ストックカーブラジルストックカーブラジル選手権はストックカーのブラジル国内選手権である1979年初開催2007年以降の正式名称はネクステルカップストックカーであるが同国では以前より単にストックカーもしくはストックカーブラジルと呼ばれているストックカー V8 選手権を本選手権とし会カテゴリーとして ストックカー V8 ライト、ストックジュニアの二つを持つ。1979年4月22日にリオグランデドする州のタルマサーキとオートドローモ出トルまで初開催された。これは自動車レース愛好家グループの古くからの要求に応えたものだった。レギュレーションは主にコストを削減することに暗黙を置いて作成されたが、ヨーロッパなど、 他国のレースと比較しても見劣りしないだけのカテゴリーとすべくコストを削減しつつパフォーマンスを保つ最良の均衡点が模索された。最初のレースは19台の車で争われ、シボレーオパラ、オッポラの6気筒エンジン版のアンベイクレースとして開催された。このレースでポールポジションを獲得したのはホセカルロス・パラス、ホーゼイ・カーロス・プルアラスで、 1>, 1分23秒00というタイムが記録された。優勝はアフォンソジアフォーネが挙げた。この選手権には、会一参戦を終えたブラジル人ドライバーがしばしば参戦しており、中でも、1976年から1979年はじめに、カケフィッティパルディコパスカーチームから、会一に参戦していたインゴフマンは、1979年1月に、 開催されたブラジル GP 限りで、会一から去るとストックカーの第一戦に参戦し、以来、1989年から1995年までの7連覇を含め、12度のタイトルを獲得している2006年現在、ドライバーとして現役。この選手権はストックカーと名乗っているが、レースはオーバルコースで開催されることはなくすべて通常のサーキット、 ロードコースで開催される。開催地であるブラジル国内のサーキットの多くが国際サーキットとして認められている広大なものであることとも相まってアメリカ的なストックカーよりもむしろヨーロッパのツーリングカーに似た選手権であると言える。実際、隣国アルゼンチンで開催されている同種のレース TC2000 はツーリングカーを名乗っている。ただし、この選手権で使用される車体は レース専用に開発されたものであり、その点がこの選手権がストックカーを名乗るゆえんとなっている。レースそのものは豊富なオーバーテイクやテールとノーズの白熱した争いを醍醐味とする。以下、本選手権であるストックカー V8 選手権についての記述である。車体は同国のコンストラクターである ZF モータースポーツが製造し、これにボレー製のエンジンを搭載し、 ロングストレートを持つクリチバにおいて最高時速はおよそ時速 265km 以上に達する。車体は鉄とアルミニウムの組み合わせからなるパイプフレーム製で、これにガラス繊維製の外装をかぶせて市販車両と同一の外観をまとっている。エンジンは絞れい製、排気量 5700cc の V8 エンジンで450馬力を 出力し最大回転数は毎分6000回転に達する。燃焼系はナスカー同様キャブレターを用いた方式である。これらはアメリカ合衆国で製造された後に輸入されたもので、ZF モータースポーツがチューニングを施している。燃料にはガソリンを用い、車体後方に搭載された燃料タンクの容量は85リットルなっている。ギアボックスは前段5速。 高段一足のシーケンシャルシフト、タイヤは1979年の初開催以来、一貫してピレリが独占供給している。最低重量はドライバーを含めて 1230kg と定められており、各セッション終了時に適宜計量が行われる。現在、シボレー、三菱、フォルクスワーゲンの自動車メーカー3社が参戦しているが、各社、各チームとも、 使用するシャシーとエンジンは同じであり、チーム側は与えられた道具に対して、サスペンションなどの調整を施すことのみ許される。ストックカー V8 ライト、ストックカー V8 ライトは、ストックカー V8 選手権への参戦をより良いに、するため、その回カテゴリーとして1993年に創設された。 ストックカー V8 選手権の直下に位置するステップアップカテゴリーとして位置づけられている。使用する車体は基本的にストックカー V8 選手権のものと同一である。エンジンは2004年から V8 選手権のそれと同じ V8 エンジンが使用されるようになったが馬力は350馬力、回転数は毎分6000回転がそれぞれ最大となるようリミッターがついている。 ちなみに最高速は栗バにおいておよそ時速 240km に達する。最低重量は V8 選手権よりやや重く、ドライバーを含めて 1250kg と定められている。外観については、ストックカー V8 選手権がアストラセダンのシルエットを用いるのに対し、V8 ライトではアストラハッチバックのシルエットが用いられ、2006年、 現在、他車種の参入はない。V8 選手権のアストラの識別点としては、V8 ライトの車には、車体上部に車載カメラ搭載用の小窓が付かないという際があり、この点が、両者の視覚的区別を容易にしている。2003年以前は、レーオメガのそれが用いられていた。ストックジュニア、ストックジュニア、ストックジュニアは、 ストックカー V8 ライトの開カテゴリーとして2006年に設けられた選手権である。年間24レースが開催され、そのうちの成績の良い12レースの結果を採用し、争われる選手権である。従来、ブラジルにおいて、若手ドライバーのストックカーへのステップアップ手順としては、フォーミュラルノーなど、ジュニアフォーミュラを経た後のそれが一般的であったが、 この選手権の創出により、レーシングカー,アートを終えて、すぐさま、ストックカー系のカテゴリーに参加できるようになった。ドライバーが負担する3000ピオを下げる試みも、なされており、車体の整備には製造者である、ZF モータースポーツのメカニックが専人であたり、ドライバー側では車体に改造を施す必要はなく、また、施すことはできない。車体は他に類を見ない。 独特の形状をしており、重量は 550kg、レース用四輪車両としても極めて小型である。上位のストックカー用の車両は、ドライバー以外にもう一人を乗せる、助手スペースがあるが、このカテゴリで使用される車両は、ドライバー一人分の乗車スペースのみ存在する。構造としては、V8 選手権同様、パイプフレームの車体に、 ガラス繊維製のボディを被せたものとなっている。外観は、キドニーグリルを持ち BMW との類似を感じさせる。デザインとなっているが、同社とは無関係と考えられている。エンジンは、ヤマハ製のそれに、シーケンシャルの五足ギアを組み合わせ、これも上位カテゴリのそれに近接させている。排気量 1250cc、直列4気筒で、 毎分最大9250回転130馬力を発生するこのエンジンはもともとは二輪レース用のそれであり V8 選手権のそれ同様アメリカ合衆国からの輸入品である。シャシーは安全性に配慮しコクピット部分を中心に守る構造となっており小型ながら最高時速は時速 200km 以上に達するクリチバ。ノーウィッキー ノーウィッキー1991年から1993年にかけて2人のドライバーが1台の車を共有したため、チャンピオンも2人に対して与えられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。